ター木曜日はナオミクローゼットガールズプロジェクト MC の渡辺直美です。よろしくお願いします。今日は何するんですか？はい、今回のミッションは、はい、今時のおしゃれ中学生を探れです。おお、突然ですが直美さん、はい、今話題の能年玲奈さんや、うん、新垣結衣さん、うん、川口春奈さん、蒼井優さんなど今をときめく人気女優たちにはですね共通点があるんです。わかりますか？え、共通点、はい、え、アマちゃん？あ、違います。最初一人だけですか？ね、ですか。正解はこちらです。あ、なんと皆さんティーンズ向けファッション誌ニコラのモデルだったんです。あ、そうなんですか。ちょっと今見えてます？隠してますよね、その雑誌で。はい、見えてないです、今は。はっきり言うんですね。ローティーン女子のファッションバイブル、ニコラ。ニコモと呼ばれる専属モデルの出身者には、女優として大活躍している女の子たちもたくさんいるんだよ。ナオミクローゼット、始まるよ。今日は、ちょっと背伸びをしたい女の子のためのティーンズブランドレピピアルマリオにお邪魔してます。教えて今時ローティーンズ。というわけでですね、今時中学生の代表として雑誌ニコラの現役モデルの方々に来ていただきます。今回はニコラの大人気モデル3人から今時中学生のぶっちゃけトークを聞いていくよ。え、みんなおいくつなんですか？今は中学3年生、3年生、2年生。2年生。え、みんな中学生なんだ。見えないですよ。すごいですよね。まずはファッションのポイントを聞いていきたいと思います。今日はですね、この流行りのタイトミニスカートに、うん、この色、イエローとピンクとブルーの色を、靴のイエローとカーディガンブルー、それからピンクの帽子ですごい。もうそれはもう自分で考えてやろうと思って。はい、そうですね。すごい、さすがモデルさんね。中学生と言っても、ね、ちょっと直美さんに会うために入ってきちゃいました。あ、なんか嬉しい。なんか嬉しい、ありがとう。何のポーズかわかんない。次はカリンちゃん。はい、全身レピピのコーデなんですけど、うん、ロゴスウェットワンピがポイントで、帽子、キャップ合わせてスポーティーな感じなんですけど、うん、ヒール合わせて女の子らしさも忘れずに、うん、ちょっと外した感じ。超可愛い。本当ですか？うん、ありがとうございます。すごい素敵だと思いますよ。最後、みーちゃん。柄と柄を合わせるのが流行ってて、うん、そうなんだ。なので、迷彩とボードを合わせて、うん、結構かっこいい感じも出しつつ、うん、このワンピースに、うん、このベルトでリボンつけてるので、うん、女の子らしくて、足長効果もあるので、うん、そこを意識してやってみました。確かに迷彩とリボン合わせてるのあんま見ないですよね。うん、確かにそうですね。うん、でも可愛いです。恥ずかしい。そうなんですよ。中学校の時とかだっておしゃれしてなかったよね。いや、してませんでした。とにかくサンバイザーつけるみたいな。あ、ありましたね。サンバイザーつけたらかっこいい。そう、超流行ったのよ。みんなかぶってたんですよ。ねえ、でもみんな一緒だからあれだけど、うん、今のみんなと違うんだね。全然一人一人違います。個性がやっぱり、ね、やっぱ自分の好きなものを着たいんだ、うん、はい。はぁ、ね、ちょっと楽しみですよ、お話聞くのが。楽しみです。お話聞いていきたいと思います。はい、これなんですけど、これまず当ててもらいます。じゃあ、あ、何だと思いますか？修正テープ。あー、恥ずかしい。恥ずかしい。バカにされてる今。え、違うの？ここにやってみてください。いい、いい、はい、あ、すごい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 。わぁ、なんか出てきたよ。テープを引っ張る、こういう感じになるんですよ。シールが出てくるっていう。うわ、すごい、すごい。今時中学生の必須アイテムがこちらのデコラッシュ。テープを引くとポップで遊び心満載のデザインが出てくるんだよ。ノートや手帳、手紙などが簡単にデコれるかわいい便利グッズ。そのシールの種類もいっぱいあるんだ。そうなんです。変えられるんですよ、テープだけ。え、なんでこう、いろんなものを使い終わったりしたら。え、すごい。私は、中学2年生になると同時に、はい、新体操のリボンをちょっと番組でやらせてもらっていて、
まあ普通にこう回したりとかこう投げたりとかする。あ、ごめんなさい。よくあのあるんです、すいません、距離感がちょっとつかめなくて、はい、え、これでもなんかできそうな気するよね。じゃあやってみます。やってみてください。ちょっと、はい、せっかくですから。でもほら大人だしさ。そうですね。うん。お、いい感じ。わー、すごい。じゃあちょっと1個レベル上げてもいいですか。うん、本気出してきた。いきますよ、うん、じゃあこれをやってください。このずっと円を描いて、上は難しそう。それで中に入ってくで、投げるんです。え、これ超難しい。はぁ、素晴らしい特技です。はい、素晴らしい。他に特技あるよとかます？はい、渡辺直美さんがやる白鳥美です。顔もちょっと軽く作りながらやる。軽く、ちょっと痛い痛い。いいですか、うん、じゃあいきます。いや、今の顔激ヤバだったよ。大丈夫。そういうのやるんだね、みんな。でもやります。変な顔とかモノマネみんなで、やるんですね。そうなんだ。いいぞいいぞ。なんだなんだ。太郎さん、うん、やりました。お、やった。行きます。はい、お願いします。私のことは嫌いでもニコラのことは嫌いでもない。ありがとう。素晴らしい。素晴らしい。ニコラ入れましたから。ニコモ同士でもすごく早くて。あ、そうなんだ。撮影中とかね、みんななんかやってる。うわ、素晴らしい。楽しそう。楽しそう。確かに中学校の時めっちゃモノマネしたわ。あ、私未だにネタでやってるモノマネいっぱいあるもん。ぜひ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 ぜドライバーズシートバーネー横殴りの雨。すごいわ。あれ、中村美さん素敵じゃなかったっけ。あ、知らなかった。この歌何でもないけど面白い。あの男性タレントさんとかいうよりは、うん、お笑い芸人さんの方がすごい好き。例えば誰がタイプ。私は、うん、ハンニャさんとか。おお、いいね、いいね。本当にすごい好きです。それハンニャさんだったら、もう川島さんのノリが良すぎて、うん、なんでこんなに私たちに話をかけてくれるんだろうみたいな。すっごい優しくて、そして面白いし、うん、本当面白い。川島さん面白い。私に聞かないでください。いや、でもすっごいいい人だからね、2人ともね。ドキッとする仕草とかってありますか。なんていうんですか、女の子の憧れというか、うん、頭くしゃくしゃみたいな。あ、頭くしゃくしゃね、わかるわかる。そう、なんかポンポンよりなんかお前みたいな。なおみさん、もう言わないでください。叫んじゃうから。あ、そうだ。やっぱちょっと男らしい人が好きなんだね。何かあります。私は普段クールな人が急に笑顔になった時とか。ああ、なるほどね。でもそれもいいね。なんか自分にしか見せてくれてないのかなって思うし、ね、感じとか私だけ特別みたいな、うん、確かに。わかるわ。めいちゃんは、なんかさりげなく気遣いとかできて、なんか守ってくれるような、なんていうか大人なんですよ。道路とか歩いてる時に、その女の子が道路側にいたら、さりげなく男の子が道路の方に向けて。確かに中学の頃はあったよね。憧れましたよ、若い時の夢というかさ。え、なべさんどんな感じですか。なんだろうな、なんか目が合った時笑ってくれる人。やっぱりそれできる男の人って余裕な人というかさ、パッて目当たりなんかうんってやってくれたりとか、ちょっとでもいいからさ。なんか別に私のこと好きなんだとは思わないけど、なんか素敵な人だなって、思うよね。え、でもダントツで可愛いでしょ、学校の中で自分が。いや、嘘だよ、嘘だ。いや中学生でほぼブスでしょ、みんな。思春期だからさ、ボサボサ眉毛とかさ、ね、私たちだけはほぼ
ブスでした。でしょ。みんな可愛いんだ。みんな可愛いです。やっぱりみんな肌のケアとかもやってますね。ちゃんとやってんだ。髪の毛もコテ使ってやったりとかもして、それで学校行くんだ。そうなんですよ。確かにストレートアイロンはめっちゃやってた。ストレートやってましたね。そう、うちらの時はストレートの髪の毛がめちゃくちゃ流行ったのよ。へえ。ちょっとでもくねくねってやったらもうダサいみたいな。へえ。毎朝5時半に起きて髪の毛ストレートにして自分でご飯作って食べて学校行ってたよ、うちの子の時。いろいろお話聞いたんですけども、何ですか、まあ、せっかく来ていただいたので、直美さんに何か相談したいこととか。相談、どうしてそんなになんかキレキレに踊れるんですか、うん、リズム取ったり。みんなも音楽好きでしょ。好きでよく聞いてます。でしょ、うん、そういうところから普段ちょっとこう動いてみるとか。だから私がよくやるのは歩きながらその曲のリズムに合わせた歩き方する。分かる、やります。やっちゃうよね。で自分の好きな曲のパートがあるわけよ、あここめっちゃ踊りたいっていう時にちょうど信号待ちの時とかもうその場でちょっとリズム恥ずかしいけどね。それぐらいリズムは好きだから、もうそこに来てるんじゃないですかね、キレキレ。え、一緒に踊ってください。あ、踊る？踊るよ、踊るよ。じゃあ、腰のやつやろう。やりたい、ね、じゃあ、教えてください、とりあえず。とりあえず、なかなかこれ教わらないですからね。こう腰をね、よくあるじゃん、その腰をこう振ってるに見えるんだけど、はい、女の子やっぱさ、腰振っちゃうとさ、はい、ちょっと嫌じゃない、はい、なんか見ててなんかこう引いちゃうからさ、はい、実は私これお腹揺らしてるだけなの、はい、だからちょっとこう、斜めになってなんかこうやって腰、そう。いいよいいよ。それをなんかもうこういう感じでちょっとかっこいい感じで。せっかくですからあっち向いて。カメラに向かって。カメラに向かって。せーの。トゥル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 。やめろ。やめろ。恥ずかしい。自分で歌って。直美さん、ビッグニュースですよ。何何ビックリ何。この番組もですね、放送開始から半年が経ちまして、はい、各方面からですね大変ご好評をいただいておりまして、何よ、来週からなんと放送時間が繰り上がることになりました。こんなリアクションします。いよいよ我々のゴールデンですか。直美さん、残念ながら違うんです。ちょっとどういうこと。直美クローゼット、来週10月3日から30分繰り上がりまして、深夜24時からの放送に変わります。やったー。皆さん、いつもより30分早くテレビの前に集合ですよ。間違いじゃねえぞ。中学生なら分かって当然、常識クイズ。イエーイ。中学生ならわからないと恥ずかしい常識問題を出題しますので、はい、ニコラモデルの皆さんに答えていただきます。中学生が分かって当然な問題ですから、直美さんが答えられないわけはないですよね。本気でいきます。ありがたいです。ガチでお願いいたします、はい、ちなみにですね、ニコラモデルの皆さんがですね、直美さんより正解数が少なかった場合ですね、罰ゲームとしてカメラに向かって変顔をしていただきます、やったやった、見たい見たい見たい。いや見たいですね。そっちの方が見たいもんだって私の変顔も言ってないから。問題いきたいと思います、はい、第1問、現在の総理大臣の名前をフルネームで答えてください。ひらがなでもいいんだよね。ひらがなでもいいです。よし、はい、それではフリップにお書きください。シンキングタイムスタートです。第1問は現在の日本の総理大臣の名前だよ。みんなはもちろん知ってるよね。はい、それじゃあできましたが、じゃあ直美さんから見ていきましょう。はい、安倍晋三。やったやった。すごいリアクション。すごいですね。そうですよね。はい、というまだ分かんないですよね。正解かどうか。まだ分かんないですから。じゃあ次、夏美ちゃん。安倍晋三さん。おー、揃いましたね。じゃあ続いて。原野。かりんちゃん。原野安倍晋三さん。これ分かんないとね、ダメよ。本当そうです。当たりないし。言うわけないもん。はい、では。はい、めいちゃん。あずあたろう。いつの時代。いや、分かんないけどね。とりあえず書こうと思って。知ってる人の名前書いたのね。まだ知ってる人でしたから。正解は、阿部晋三。結果はこちら。ちなみに麻生太郎は少し前の総理大臣だよね。続い
いての問題いきたいと思います。はい、はい、あ、わかります。料理の箸すせ、そう、答えください。これはもうわかんないとダメだよ。どうですよ。自信満々のなつみちゃん、もちろん全部知ってるんだよね。じゃあいきたいと思います。いますよ。まず直美さんから。砂糖、塩、酢、醤油、味噌。あー、なるほど。だこっちに寄っちゃいましたけど、控えめに。わかんないわかんないですよ、まだ。絶対合ってると思います、私。嘘は違う、これ違いますよね。ちょっと見せて見せて。だって違くない、違う、うん、あ、じゃあ、はい、じゃん。砂糖、塩、セサミ、味噌。え、違う、だって違う、待って、セサミってなんだか分かってます？セサミなんだか、鳥のに…ささみだ、それ。なまってる感じですね。セサミはごまのことですよ、なつみちゃん。かりんちゃんとめいちゃんの答えはこちら。2人とも家で料理のお手伝いはしてる？はい、じゃあそれでは答えの発表いきたいと思います。はい、正解はこちらです。よし、はい、砂糖、塩、酢、醤油、味噌でございます。やめてください。みんな不正解じゃない、今の。そうですよね。うわ、やばい。わ、やばいですよ。やばいよ。連続正解の直美ちゃんが一歩リード。ニコモのみんなは次の問題に正解しないと変顔になっちゃうよ。それではですね、はい、最終問題、パンダの絵を描いてください。え、パンダですね。顔だけですか？体までですかね。ポイントはパンダのどの部分が黒いかだよ。みんなは可愛く描けたかな？では直美さんからお願いします。はい、ドン。おお、うわなるほど。すごい、洋服着てるみたいです。これはもうどれが黒かっていうことですか？そうですね、はい、あ、でもなかなかいいんじゃないですか。はい、じゃあ次、なつみちゃんお願いします。え、これ本当に嘘ですか？やばいって、マジでそんな水玉模様だった？はい、しかもなんかまだ直美さんの方見てもらって、これは絶対ないと思うわ。嘘、首の向きももうおかしいですしね。一生振り向いてる。じゃ続いてかりんちゃんお願いします。自分で描いていてすごく不気味だったんですけど。うわすいません、もう本当。でも色の感じは似てますよね。あ、確かに、確かに、色の位置は似てますね。目がとにかく怖いですよ。何ですか？似てないんですか、この方は？でも頬は可愛くしてますね。あ、でも似てるわ。似てますね。確かに一緒かも。あ、本当だ。黒い場所は一緒ですね。一緒ですね。はい、じゃあ最後、どうぞ。やばいよ、やばいよ。キールが時間なかった。体やばくない？見せてください。体やばくない？ちょっと見せて。違う、違うんです。体やばい。なんかこうなってるけど。体もやばいですけど、顔も信じられないくらい可愛くないですか？顔はみんな顔はギリ可愛いのに、信じられないくらい可愛くないです。信じられないくらい可愛くないですよね、目が。目がもう鼻ですからね、ほぼ。恐ろしい。これはいいな。まだ正解かもしれないですし。正解はないですよ。体全部黒っていう可能性もありますから、はい、正解のパンダはこちらです。こんな黒いんだ。ということでですね、パンダはですね、目、そして耳、そして手とですね、そして足が黒いが正解でした。じゃもう結構ここまで黒いんだ。そうなんですよ。ということで直美さん惜しいですね。あ、かりんちゃんも一応この絵だけど、確かに惜しい。塗り方は軽く正解ということで、悔しい。これやりましたね。やばいよ、あれ激ヤバですよ。というわけでですね、まあ、ちょっとこれどうだった？全ての問題が終わりました。結果はこちら。直美ちゃんが2問正解でトップということで、ニコラモデルの皆さん、はい、全員変顔していただきたいと思います。いっぱいすぎてもうちょっとお店も書いてある。そうだ、今ファンの方いっぱいいるけどしょうがないんだって。おバカな人も変顔しなきゃやってけない。おバカ言わないから。
すぎる。お任せないです。じゃあちょっと変顔やっていただきましょうか。はい、しょうか。3、2、1。かわいい、かわいい、かわいい。かわいくないよ。かわいいです、かわいい。ひどいよ、結構ひどい変顔してる。それがかわいいな、よくわかんないです。いただきました。素晴らしいですよ。素晴らしい、別人でした。かりんちゃん行きましょうか。はい、3、2、1。かわいい、ちょっとそれかわいい。かわいいの、キャリーパムパムじゃん。あ、今かわいい、うん、似てる。 あ、いいよいいよ。キャリーパムじゃん、アウトしたい。変顔しちゃったね。あ、いいじゃん、いいじゃん、いい変顔ですよ。最後なんでね、最後、最後しっかりしよう。あ、これすごいね。はい、あの回答も激ヤバでしたから。お願いしますよ。メイちゃん最後締めていただきたい。変顔まで3、2、1。いや、素晴らしい、かわいい、かわいいですよ。ありがとうございます。本気でありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、次は全部答えられるようにお願いいたします。というわけで、直美さん、今時のおしゃれ中学生はいかがでしたか。いや、素晴らしかったです。なんか元気もらえました。またぜひ来てほしいです。行きたい、行きたい。今度なんかみんなで買い物のコーナーみたいな。行きたい、いいですよね。全部会社がね、お金出します。いいですね。番組が出しますから。ナオミクローゼット番外編。アイドル戦国時代にまた新たなアイドルが誕生。それが騒音プロジェクト。彼女たちは全員同じ学校に通うリアルな女子高校生。しかもユニットの母体は学校。そこは日本で初のアイドルの授業がある学校。高校3年間のアイドル、限られた時間の中で切磋琢磨しながら必死に夢をつかもうとしている彼女たちに4月から密着を開始。そんな彼女たち、リアル女子高生アイドル学科ソープロをナオミクローゼットが応援しちゃいます。騒音プロジェクトは1年生から3年生まで総勢80名のビッグパフォーマンスユニット、スクールメイトと、黒をイメージカラーとし清楚かつ大胆なパフォーマンスが魅力のハイカラー、さらにピンクのイメージカラーで夢と感動を届ける元気ユニット、マイスクール。そのマイスクール副キャプテン3年生の早野穂中ちゃんが今回の主役。実はそんなほなかちゃん、今年の夏はサマーソニックの出演に向けて毎日厳しい練習があったんだって。毎日のようにもう汗だくで、レッスン着がもうめちゃめちゃになって、家持って帰ったら何だ今日だったって言われるぐらい、ほんまに汗だくで、でももうちょっとで本番っていう時もみんなで泣いたりして、めっちゃ濃かったですね、この夏は。去年も出させていただいたんですけど、去年よりプレッシャーはありました。去年よりもっといいものを、2年連続っていうことはいいものを見せないとダメだし、お客さんも去年よりいっぱい集めないとダメだし、そういう面ではプレッシャーはあったんですけど、サマーソニックって大きいじゃないですか。やっぱり大人数で大きいステージに立つっていうのは嬉しいことでもあるんですけど、出揃えるのも大変やし、一人一人の気持ちが同じ方に向かってないとできないことやから、そういう面でもみんなの気持ちを一緒にするのも大変やったし、出揃えるのも大変でした。大舞台を経験し、この夏で大きく成長したほなかちゃん、これからも頑張ってね。今後も彼女たちソープロから目が離せません。もうほんまにサマーソニック熱いライブやったかなって思ってます。というわけでですね、最後ですからポケットボトルで全員で記念撮影に行きたいと思います。グッと寄っていただいて、はい、それでは行きますよ。3、2、1。あ、いいじゃないでしょうか。というわけで、ダウンロードしよう。じゃあせっかくなので印刷しちゃいたいと思います。これ出てくるの、写真が今撮ったやつが。あ、来た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 来
出てきましたよ。すごいね。そうなんです。こうやって出てくるんです。あ、すごいすごいすごい。ほら、あ、気持ち悪いパンダが出てきました。すごいすごい。あ、画質綺麗なんですね。そうなんですよ。意外といいのよ。うわー。どうですか。面白すぎるんですけど。今引っ張ったら急に化け物出てきたんですけど大丈夫ですか、端っこに超でかいけど大丈夫ですか、大丈夫です、ちょっと手前にいる感じに見えます、ね、え、でもすっごいいい写真だよみんな、すごいいいですよね、ありがとう、かわいいです、これを記念にぜひともまたね、はい、来ていただきたいと思います、はい、ニコラモデルの皆さんでした。